あ、始まってる始まってる始まってる。こんにちは。こんにちは。ちはまだこんにちはですね。17時ですもんね。こんにちは。こんにちは。こっちです。あ、こっちか。え、あ、こっち。こっちこっち。あ、また帰ります。お待たせしました。お待たせしました。17時って言ってたんですけど、17時3分になっちゃいました。なんでかは私たちの公式のインスタグラムのストーリーを見ていただければ。告知を。告知を。今やっとアップロードできた。よかった。今されました。すみません。中島のインスタで、この告知をしてないってなって、直前まで、わーって言ってみんなで撮って、ね、今アップしました。はい、取り立てほやほやの。ほやほや。うん、した。よかった。はい。あ、改めまして。あ、じゃあ自己紹介。はい。はい、じゃあ、ますか、はい、はい。入社10年目のフジテレビアナウンサー、長島由美です。よろしくお願いします。いますはい、そして、入社8年目の堤玲美です。よろしくお願いします。はい。はい、入社7年目の海老原由香です。よろしくお願いします。うんお願いします。お願いします。なんか新鮮で、そうなんですね、この3人ってなかなかないよね。なかなかないです。うんうんうん。なんか私が、まあ、今で言うと、うん、アルファでエビちゃんと一緒にお仕事していて、うんうんね、で、長島さんとも目覚まし、目覚まし8でご一緒してて、うんうんうん、お二人の接点って、なかなか番組でご一緒するみたいなことはあんまりないよね。うん、そうだよね。本当に新人の時にランチ連れてたりとか、そうだね。そっか。いう感じでした。7年前ぐらいってくらいそうですなんか、ね、本当もう夏のイベントであ、長島さんだみたいなあとなんかさ、夜のさ、私収録ジャンクとかの収録の時にたまにアナウンスでいてあーみたいなお疲れ様ですそうそうそうあるよねでもそんな感じですよね、時間帯とかもね、うん、やっぱり違いますからねそう、うん、でちょっと今日はこのサイコロを用意してもらってるんですけど、はい、この今回このなぜ3人かっていうと4月から新たなステージに行った人違う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 何何何でしたっけ生活が変わった人新生活が始まった新生活セキュララトークそうなんです全然テーマ新たなステージに新たなステージ勝手に新たなステージにしちゃってごめん新生活セキュララ新生活のセキュララトーンあ、はい、ですってわかりましたそう、そうよね、そうだって2人ともアルファ始まって、ねうんうん、堤さんなんて今まで朝だったのに時間帯からって、うん、そうね、だから、まあ、そういう意味では確かにこう24時間の12時間からっと変わった感覚ではありますねやっとでももう今日何日だ25?26 か結構経ったんじゃない1ヶ月ぐらい経ったんじゃないそう27日3月27日が初日だったんですよ、うんうんうん、なのでまあほんとちょうど1ヶ月ぐらい経つんですけどそれもねやっぱ人間の体ってちゃんとこう慣れるようにできてて、うん、もう慣れましたうんもう起きちゃったりとかはしなくなったそっかそっかそっか、うん、なりましたねだからそういう意味ではだんだんこう夜の生活に慣れ始めてきてはいますね、うんうんうん、じゃあそんなレミちゃん私から行きますかはい振ってくださいはいよいしょセキララトークなんかいっぱいある、うん、これはどこに投げれば前あはいどこですかタラララララタラタラララそれで大丈夫大丈夫ですタラララララじゃーんあ不安あなんかいきなりすごい不安マイナスな感じ不安なことはねあはいすいませんありがとうございますなんかそうするんだ不安なことはうんでもあでもこれ夜朝から夜になったとかっていうよりも多分年齢的なこともあるんだと思うんですけど、うん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 疲れが取れにくくなったリアルいやそうなるよねのでだからまあこれはもう本当に1年目とか2年目とかこの20代前半の頃のままの自分の感覚でいるのでなんか何時まででもこうどれだけやっても元気ですっていう感じの感覚でいるんですけどまあとはいえやっぱりもうね今年30になるのでやっぱなんかこうちゃんと体を年を重ねていってうんうん、うん、なんかこう大丈夫だと思ってたのになんかちょっともう動きたくないですみたいなえ今って何時に寝て何時に起きてる今ねなんか多分その生放送の後ですぐ寝つけなかったりとかして、うんうん、結局
朝4時とかに寝るんだ、になっちゃうんです。エビちゃんもそうなんだ、うん、そっかー、だって4時に起きてたもんね、エビの時はね。そうだよね、真逆。本当だよ、ね、4時。そうなんですよね。でそっから6時間ぐらいは寝るの。まあね、まあ、その翌日の予定にもよりますけど、うんうんうん、でも全然もっと寝られる時もあれば、うん、そのぐらいの時もあればっていう感じですけど、そう、でも本当になんかすごい、すごくそれを感じてます。あ、なんか疲れが取れないっていうのはリアルな話としてあります。あ、そう、確かにそれは本当不安だよね、うん、いやですね、リアルなやつ、ちょっとリアルな方から言っちゃいました、うん、あ、なんか来てるコメント、ね、解決法、あ、うん、これエビちゃんのヨガで疲労防止とか、ああ、でも体を動かすの大事ですよね、疲れた時ほど、うん、え、あのさ、ヨガ始めてからやっぱり体調良くなった？ヨガしてる時の方が確かにいいんだ、体調良くなるし、うん、こうちょっとした変化に気づくから、あ、ちょっと疲れてるのかもとかが、なるほど、気づきやすい、気づくっていうのは、そのスフィンクスのポーズなんかちょっとあれだなみたいな、やりにくいなみたいな、とかなんとなくこう呼吸が浅かったんだなみたいな、あー、ね、あー、そうなんだ、で気づいたりはするかもしれない、だから、あ、じゃあもうちょっとゆっくり寝ようとか、改善につなげていくんだ、へー、ちょっとじゃあ今度教えてもらって、うん、オンエア前に、そうですね、オンエア前バタバタしてるけどちょっと早めに会社に来て、ね、ヨガマット一緒にやりたい、ちょっとお願いします、夜な夜なちょっと怖いいやでもね、のごじまさんもだって10年近く、ね、そう、朝の、そうですよ、朝の番組もされてて、そこからそう変わった、ね、どうですか、どう、え、どうだろう、なんかね、うん、まだ4時に起きてる早いやばすぎる、ね、いや、ワンちゃんがね、ワンちゃんが、そう、ワンちゃんがね、私、4時前にずっと起きてたんですけど、目覚まし8の時は。ワンちゃんの体内時計がもうそうなっちゃってて。一緒に起きてくれてるんですか？そう、もう、てか起こしちゃってたから、そう。なんか、その時間になんか起きてて、で、別に吠えたりはしないの。ただ、なんかこう、起きる時間だよ、ちょっと、起きた感じが、リビングから聞こえてくる、カサ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 みたいな、キャワって起きちゃうみたいな、そうそうそう、で起きて、でソファ行って、うん、ワンちゃんと一緒にあと2時間とか寝る、最近はいやでもまだ早起きですね、そうだね、早いですねそうそうそう、ね、よし、じゃあちょっとこの流れで振りますね、はい、サイコロ、はい、じゃあミュージックお願いします、せーの、チャララ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 ラもうどうしよう、今まで土日とかどうしてたの？土日も6時とかに目覚めちゃうから、そう、ほんと眠れない、そう、それが不安でしかない、でも大丈夫です、私は慣れたんで多分、そうだよね、そうだよね、ワンちゃん早いですよ、だって1ヶ月でもう慣れてるんですもんね、確かに、もともとなんか結構どこでもいつでも寝られるタイプの人間なのでそれは大きいのかもしれないですけど、慣れる、慣れる、慣れると信じて、ミルシーちゃんが慣れてくれることを願うしかない、一緒に頑張る、先かもしれない、そうやってちょっとなんか違うの出したいですね、エビちゃんお願いします、じゃあお願いします、はい、せーの、チャラララララララチャラララララチャララララララチャラララじゃん、あ、おー、いい、チャレンジ、チャレンジしたいこと、チャレンジしたいこと、よいしょ、チャレンジしたいことか、なんだろうでもせっかくそのヨガの資格とかも取ったので、うんうん、なんかもうちょっと YouTube とかで、うん、なんかヨガの動画とか必要だよね、うん、出していったりとか、なんかせっかく資格取ったからなんか行かせたらいいな、
そうだね、それはぜひぜひ、はい、うんうんうん、なんでちょっと堤さんに、そうだよ、だから聞くようなヨガを提供するのをチャレンジしたいと思います。それをだから動画に撮ってさいただいて、うん、コンテンツとして、うん、なんか皆さんも一緒に挑戦していただけるようなものをこうみんなで私たちも一緒にこう教わってやっていくっていう、で長嶋さんが朝早く起きちゃったらできるやつみたいな、うん、めちゃ助かる、エビちゃんと一緒にヨガいいね、確かにいい企画ですね、いいかも、ちょっとやってみたいかもしれない、チャレンジしてみようと思います、うん、はい、うん、なんか来てる、エビちゃん、ちょっと私はこのこれの使い方が下手くそでもヨガの資格って難しそうだよね、あれ。あ、でもなんかこう興味があることだったんですけど、長嶋さんもそうですよね、フルーツの、そう、フルーツ好きでフルーツの資格取った。あれはどういう資格なんですか、うん、あ、そうだから、そのフルーツのなんか歴史だったり、うん、それぞれの、そう、このフルーツにはビタミン C なのかビタミン A なのかとか、なんとか、なんかいろいろカリウムがとかなんとか、へえ、そう、なんか成分だったり時期とかなんかそういうのとか、うん、この時期はこれが美味しいです、そうそうそうとかね、そう。でもヨガ、え、あれ実践もあるの、実践もあります、そうなんだ、ちゃんと教えられるかで教えられるんだよね、そうですそうです、すごいね、ありました、かっこいいね。なんかでも最初そのアナウンサーっていうことを言わないでスクールに参加してて、うんうん、そうするとなんかすごいいい声で癒されましたみたいなやっぱり声もいただいたりとかして、なかなかこの職業になって声褒められることってもうないじゃないですか、もう当たり前みたいなね、なんで、あ、なんか嬉しいってなりますそっか、そういうところでも声って生きるんだね生きるなって、確かに、でもヨガで癒されるもんね、うんうん、ちなみに果物系の資格ってあるんですかって、あ、そうなんです、果物系、あの果物インストラクターとオーガニックフルーツソムリエっていうのを私は取ったんですけど、あの国家試験資格とかではなくて、うんうん、はい、民間の資格なんですが、はい、なんかこうテキストを取り寄せて勉強して、うん、そう、もうあとはもう本当に各地からいろいろ自分で取り寄せて食べて、うん、そうそうそう、なんかそうなのね、いい情報を教えてくださいぜひとも美味しいフルーツ、ね、教えてほしい、そうそうそう、ね、聞きたいよね、じゃあちょっと2周目いきたいと思います、はい、よかったこと、新生活でよかったこと、はい、よかったことはですね、はい、まあ、たくさんあるんですけど、うん、でも1個、まあのちょっとこう良かったことのなんかジャンルが違うというかなんかもなんですけど、すごく最近感じてるのが、うん、まあこう生活も変わり、うん、番組も変わり、でもまあこう自分の役割というかも変わった中で、うんうん、それこそ長嶋さんとずっと同じ番組で、うん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 、育ててもらってきて、うんうん、でだから7年近くなのかな、うんうん、7年近くご一緒させてもらって。うん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 、あの長嶋さんのこうハッピーオーラというか、この明るさ持ってらっしゃるものお持ちのものが、こう周りにどれだけいい影響を与えてくださってたのかっていうのをすごく感じてるんですよ。ありがとう、なんかいや本当に本当になんかやっぱりこうあの別に何がいい何が悪いとかではなく、ただやっぱりそのやっぱこうなんていうのかな、そこに立ってる人が、うん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 、どういうこう表情をしているのか、どういうふうに周りの方たちと交流しているのかっていうことで、その取り巻く環境というか周りの環境ってものすごく左右されるから、そこを私は長嶋さんのその背中を見てずっと育ってきたので、あ、なんか自分もこういうふうに、まあ、もちろん長嶋さんにはなれないですけど、でもなんか私は私らしくこう、あ、長嶋さんはああいう風にされてたから、じゃあ私はこういう風にしてみたら、なんかみんなもっと働きやすく楽しくお仕事できるかなとか、なんかそういう気づきみたいなものをなんかすごく感じていて、そう、でも私でも後輩にも頼りきりだったいやいやいや、そんなことないですね、みちゃんこれどうだっけとか、堀池くんごめん何何忘れちゃったとか、分かりました、本当ひどかったよね、いやいやいや、ごめんね、大反省なんだけど、でも大丈夫かしら、そういうところも逆にこっちとして嬉しいじゃないですか、ね、なんかちょっと先輩から頼ってもらえるっていうのもなんか嬉しいかな、そっか、嬉しい、なんかそう、あ
境で育ててもらえてきてよかったなっていうのをすごく感じてます本当に。でもなんか今そのレイミちゃんの話聞いてて、うん、私は加藤綾子さんの時に、あの目覚ましテレビで一緒だったんだけど、うん、全く同じことをなんか思った、その全然私加藤さんとは別に全然そんな同じあれじゃないんだけど、やっぱりなんかすごくハッピーオーラ満載で、うんうんうん、なんか本当に明るいみたいな、うん、その場が明るくなるみたいな感覚をすごく持ってて、うん、だそういう人になりたいなってずっと思ってて、うん、そうだからなんかね、いやでも本当にまさにこう、こうどんどんこう、ね、続いたらいいね。いや本当になんかそういう風に感じてます。嬉しい、でもありがとう。いやそんなまさか、ありがとうございます。はい。はい。なんか来てる？確かに。質問？これってどんどん流れていっちゃうのかな、コメント。どうなの？遡れば。あ、遡れば見ていける。ゆみちゃんか坂の大丈夫そうゆみちゃんなんかねこれどんどん更新されちゃってる、更新されちゃうんだよね多分いるのと、ほんといろんな方からこうそれぞれの質問とかをいただいてるんですけど、あーそか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 、うん、できることなら多分みんな共通して答えられるものの方がいいのかなとも思ったりして、いいよいいよ、なんかバーっと読んでっちゃって大丈夫。ですね、うんうん、長嶋さんのハッピーオーラの源って何ですか？ハッピーオーラの源？なんだろう、おいしい、おいしいもの、おいしいご飯とフルーツと、あともう最近はワンちゃん、うーんかな。でもなんか、なんだろう、でもそれぞれの仕事現場が楽しくてすっごい笑ってるかもしれない、うんうん、でもいいことですね。バラエティとか特に何も考えずに笑ってるから、うん、来たらハッピーになるみたいな感じかな。なんか無理やりハッピーになろうとは思ってるかな、うん、なんだろう。でもそれこそヨガ、ハッピーオーラの。でもやっぱりご飯大事ですよね。だよね、ご飯だよね。何が好き？ご飯。何でも好きです。エビ好きなの？ちなみに。エビ好きですよ。やっぱエビ好きなんだ。そうなんだ。いや、それ。この間私が新井さんっていうスタッフさんに、アライグマ好きですかって聞いたのと同じレベルの質問ですからね。一緒だった。人生で何回か聞かれる質問ですね。なるなと思います。エビめっちゃ好きなの。美味しいですよね。エビトークになりました。美味しいものが一番、ね、見てくださってる方500人突破してる。すごい嬉しい。ありがとう、ありがとうございます。嬉しい、すごい。じゃあちょっと、あれ次誰だっけ。次長嶋さんです。私、はい、じゃあいきまーす、せーの。あと音楽は、お、あ、よかった、ね、すごい、同じの、同じの、あ、これね、ありがとう。よかったこと、そうだな。でももう本当に朝ちょっとゆっくりになって、すごくあのなんていうの、時間的にも気持ち的にも余裕が生まれて、なんか朝起きてちょっと二度寝して、そこからワンちゃんの散歩行ってから出社するとか、なんかそういう時間、あと朝ごはんをちゃんと作って食べるとか、なんかすごく丁寧なあの暮らしができてるなっていうのはあの実感するので、その分本当に体もまだ4時起きなんですけど、二度寝はするけど、なんかこうちょっとなんだろうな、あのたっぷり休んだ感が出てる、前よりは。毎日生放送でしたもんね。なんかね、プレッシャーがね、そう、もう寝坊しちゃ終わりっていうのがあったから、そう、朝のプレッシャーはね、そこが大きかったんですけど、そうですよね。なんかこう朝ごはん食べながら、なんか目覚ましから目覚まし8とか見ながら、あ、なんかこういう、なんかこういう朝もあるんだっていう、なんか毎日のように、そう、不思議な感覚です、うん、でもなんか丁寧に生きられたらなと思って、ちょっとずつできてる気がします。はい。今大学の授業が終わって少しくつろぎながら見てますっておっしゃってくださってる。 お疲れ様です。大学の授業、ね、うんうん、ね、うん、いっぱい来てますね。すごい、いっぱいいただいてて、あ、でもこれ、
どうなんだろう、3人の目標の先輩は誰ですかっていう質問を他にもいただいてるんですけれども、これね、そう、入社した時ってちなみに、うん、まあ、よく聞かれたりもする質問じゃないですか、うんうんうん、あとエントリーシートに書いたりとか、ね、そうだね、そうだね、うんうんうん、この方っていう方いらっしゃいました？そのお名前別にあげなくても。私あの西山喜久恵さんと加藤綾子さんって書いた記憶があります。私も斉藤舞子さん、あ、うん、そうって書いてて、えみちゃんもいらっしゃった。私も加藤さんに憧れてって言って、うんうん、でもそのニュース読んでる時の、あの斉藤舞子さんの、うん、今でも忘れられないのが、うん、ニュースってすっごい尺がもう全部決まってて、うん、パツパツで、うんうん、特にお昼のニュースなんて、ね、なかなかコメントなんて挟めないのに、うん、お天気コーナーのなんかスイートピーかなんかの写真が出た時に、あー綺麗ですね、それではすごい、なんかすごいあったかい気持ちになって、もちろんニュース読みもすごいお上手なんですけど、本当になんかそういうところのユーモアとかあったかさとか、確かにフジテレビのアナウンサーのすごい好きなところだなって、その一言を、ねね、入れられるかっていうなんかこう年次を重ねていくと、うん、そのいろんな先輩方のいろんな一面を生で見させてもらえるじゃないですか、うんうん、ってなってくると、なんかこうこの方のここの部分というよりも、うん、なんかもう全体、そう、ね、なんかこの方お一人ですっていうよりも、うん、そう、なんかいろんな人のいろんな部分も、ね、って変わってきますよね、変わってくる、うん、本当にそう思う、あるかもしれない、うんうん、うん、そうそう、じゃあでは、はい、じゃあエビちゃんいきます。なんかエビ原さん雰囲気変わったねって、変わりました、なんだろう、なんだろう、え、でもさ、この間さ、あ、え、これ言ってるの、え、ちょっと待って、生配信だから、そうだよね、ちょっとマイク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 、どうしよう、なんか私が喋ってつなぎます、あは、うん、大変なことか、今週4日
日夜なんですよ。火曜日プロ野球ニュースで、水木がアルファのスポーツ担当して、金曜日メインの報道の MC で、4日間やっぱり夜だと、もうさっきもだから堤さんもおっしゃってたように、寝る時間がどうしても4時ぐらいになっちゃう。で出社するのも、まあ、日が落ち始めてからぐらいみたいな、向こうにもうなんか明るい、そっか、生活になってきちゃって、向こうに当たらないんだ。なんか土日苦しくないですか？土日、まあ、週によりますけど、結構外出るように、なんか舞台見に行ったりとか、こう明るいうちに外出るようにしてます。あとカーテン開けるとか。あ、いや、そう、なんか金曜日ってアルファ30分遅いんですよ。そうだよね。なんで余計に4時に寝てたのがもうちょっと遅くなるみたいな。あ、朝になってきた、寝ようみたいな。そうってなると土曜日がもう一日中寝ちゃって。ああ、そうなんか、でも。そう、なんかヨガとかやるとすごいこう朝日と共に起きてみたいなイメージあるじゃないですか。真逆になっちゃって本当だね。いやー、確かにね、それは大変だね。この生活リズム、それこそ朝早い時とかも何時にご飯食べるかとか、そう、本当にそれは結構重要で、夕方5時とかにはもう6時ぐらいには食べ終わってたいみたいで、8時とか9時には寝たいからと思うけど、そうでもやっぱり他のお仕事あったりとかにして、夜7時ぐらいに収録が終わるともうすごくお腹空いてるけど寝なきゃいけないし、でもお腹空いてるしみたいな、今食べたら寝れないし、そう、なんか曲入ってきて、時報が入ります。これ音入っちゃってる、これだ。すみません、今あの車内の館内放送が流れてたので、ちょっと急に音がオフになっちゃった。オフにさせてもらってました。大変失礼いたしました。はい、ではサクッと、ちょっと待って、コメントが来てます。長島さんのお父さんって長島さんと眉毛似てますね。似てる、これは嘘。あんな太くないでしょ。私濃くないし、そこまで。ちょっとはるさん、はるさん、はるさん、ちょっといじりに来てます。ちょっとはるさんいじりに来てますね。いやもうね、私父親ながら会うたびに濃くてびっくりする。いや本当にすごい濃いって思う。本当未だにだからやっぱりあの父を見てるから自分すごく薄いと思ってる。そう、でもあの私以前長島さんのお母様にもご挨拶させていただいた、そうだよね、時に、あ、長島さんって 100% お父さん似だと勝手に思ってたんですよ。いや、だけどお母さんをお見かけした時に、あ、50-50だと思ってた。お母様もあのすごくこう、こういうはっきりとした綺麗な感じされてて、だから、あ、これは確かにこの、あのお顔立ちになると思って。みんな美形。いや、そう、実は母似なんですよ、私。はい。そうなんか、そうなの。どっちのお父様、お母様、どちらの要素も、ギュッと。すいません、ちょっともう、眉毛トークで、ちょっと、すいません、私、眉毛には、いろいろ、いろんな思いがあって。いろんな思いがあるんですか？そう、昔から、そう。眉毛コンプレックスだったの。それこそだから眉毛濃いのが嫌で、だから父がさ、あんな濃いじゃないっていうのもあるから嫌で、一回中学時代とかに整えてすっごい薄くしたら、唯一学生時代父にもうガチギレされて、なんか
長島家の伝統なんやって怒られて本気で怒ってるの。しかも伝統なんですね。伝統なんやみたいな、触っちゃいかんとかって言われて本当に怒られて、唯一それだけ。そうだからなんかいろんな思いがあるの、眉毛には今は OK 出てる。今はそう、今はなんか緩やかな、なんかちょっと山形の眉が円とちゃうかとか、いやアドバイス急に3年目ぐらいの時にされたじゃあ会社入ってようやくそうちょっとね、いいよっていう、うん、そう面白いありがとう、そうなの、はい、あそう、レミちゃんはさ眉毛こだわりあるの、なんか眉毛になんかあんまり綺麗だよね眉綺麗。いやでも眉毛私なんか変な形なんですよ。え思ったことない、全然変じゃないの。頑張って描いてる描いてるっていうか、なんか整えてます自分で。でももともと薄いよね眉毛。確かに、あの私もでもなんかだから大学生ぐらいの時とかかなに、なんか剃り方が分からなくて、うんうん、変に整えちゃって、うんうんうん、なんか形がバラバラになっちゃって、みんな通るよねその道でなんか母親とかにもなんか眉毛の形が左右違うとか、うんうんうん、未だにこのついこの間もなんか画面の写真撮っておく、写真ないか、なんか眉毛の形が左右違って変みたいなチェックしてるし連絡来てて、その後すごい意識して整え直したりとか。難しいよ、眉毛って自分で描いたりするの難しいです、ね、難しい。あと左右を同じにするのもやっぱり難しいし、ね、うん、でも眉サロン行ったらもうすごいので興味津々じゃないですか。ありがとう、ありがとう、めっちゃ綺麗じゃあちょっと次、はい、はい、はい、トン、はい、おお、新しい私のここを見て、ここを見て、なんだろう、なんだろうな、でもね、さっきあのコメントにもあったんですけど、うんうん、堤さん最近メイク変えましたかと、おお、っていうコメントをいただいてて、うんうん、でもねこれは不思議でよく最近それ聞かれるんですよ。おお、ただ変えてないんですよ。照明の違いとかですかね。多分あると思うんですけど、ただやっぱ多分それって朝の空気感と夜の空気感、その周りの雰囲気もそうだし、うんうんうん、ただ自分の気持ちとしてもなんかこうシャキッとしなきゃというか、なんかこう、ね、もちろんその番組の色に合わせた感じにこう自分もなっていきたいなと思うし、うんうん、っていうその多分内面から来るものもちょっとあるのかなって勝手に思ってて、表情とかに出てるのかな、もうそうなのかもしれないですし、うんうんうん、だからなんかそういう意味では意識して何かを変えてるというよりも、うんうん、まあこうもちろん番組が違うし時間も違うので、うんうん、当然こうそのあたりの意識は変わってくるわけで、うんうん、自然にこうだから変わってると思うんですけど、なんかそういう意味ではちょっとこう今までの朝とかのお昼の競馬番組とかの、うん、罪とはちょっとまた違う一面をお見せできていたらいいなっていう願望も込めて、うん、出てる出てる、なんかちょっと凛とした感じがさらに本当ですか、うん、朝と雰囲気違いますね、ねえ、うん、見ててもいやなんしっとりとした感じ、うん、嬉しい、うん、なのでそこを見てありがとう、はい、はい、じゃあいいですか、お願いします、はい、はい、おお、チャレンジしたいこと、おお、そうだな、チャレンジしたいことは、うん、運転ですね。免許は免許は持ってて、大学2年生か3年生の時に取ったんだけど、うん、1回も乗ってないの、そこから。じゃあもうペーパードライバーって言っていいのか、もう、てかもうペーパードライバーの一番、もう何、もうトップにいる。1回も乗ったことなくて、そう。だからちょっともう一回ペーパードライバー研修みたいな、研修というか講習か、ありますよね、そう、長島先生、それ私一緒に行きたい、私も本当、私も免許取ったのに、うん、乗ってない、乗ってない、ちょっとちょっと行っちゃう、私もペーパーだなって思ってたけど4回ぐらい乗ったから、あ、いやもうちょっとやられるのかそれはねレベル高いよ、私も行った方がいい、そう、いつ撮った、でも私も大学2年生ぐらいの時に、一緒じゃん、そう、でも全然乗ってないから、乗ってない、でも一回もは嘘ですけど、うん、あの都内は一回も乗ってないです、あ、そうない、怖いです、そっかそっか、だからでも都内以外もそのね、ちょっとこう、うん、あ
田舎の方とかに行って父親とかと一緒に運転っていうのもありましたけど、うんうんうん、でもそれも片手に入る回数なんで、うん、だからね、うん、ね、確かにちょっとそう、この今の時期に行こうかななんて考えていろいろ調べてるところ、うん、引っ換えもなんです、引っ換えも、だからもうそう、あの免許取ってすぐあのアナウンサーの内定が出て何かあったらちょっと怖いなと思ってそれありますよね、そう、もうそこから乗らなくなっちゃってその東京出てきちゃったし、なんか東京ってね怖いし、もともと兵庫県なので、うん、余計にそうですね、兵庫でねちょっと練習しておけばよかったんだけど、そう、どんなところドライブ行きたいんですか、どんなところどんなところ、なんだろう、都内ですか、都内、でも都内を、うん、都内をブンブン走りたい、ブン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 、ちょっと怖い、いや怖いね、怖いよね、でもかっこいいじゃない、かっこいいって思いながらも、もうやっぱ電車がさ、うん、もう東京本当に便利じゃない、そうですね、はい、まあ、だからもう多分電車で行くのが結局早いしってなってちょっとね、そう、うん、でもメルシーちゃん連れて、そうなの、メルシーを連れて東京からまあ関東圏内のなんかこう、ね、そう、メルシーを遊ばせられるなんか広いところに連れてってあげたいなっていうのが原動力、うん、確かにね、お、よかったこと、言ったっけ、あ、言ってない、言ってないかも、よかったことは夜型生活になってよかったことは、うん、目覚ましをかけないで寝られること、あー、そうですね、確かにそうだ、あ、そっか、そっか、目は覚めるから日がさせばそうね、確かに日がさせば、朝とかやるとなんだろう、もう前日の夕方ぐらいから明日の朝ちゃんと起きれるかどうか、うんうん、みたいなのすごい心配になるけど、寝る方だとそこが、うん、ならない、あ、そうなのか、今かけてます、今一応かけてる、あ、かけてるんだ、それお仕事ない時とかもですか、お仕事ない時も一応かけてる、なんでだろう、それはやめればいいの、それはまあ、まあ、うん、土日はかけないけど、その平日はその夫がちゃんと起きるかなとか、そのなんか、まあ起きるんだけどちょっと心配になっちゃう、なんかこうちゃんと一緒に起きてあげようとか、なんかそう思うと、あら素敵かけちゃうけど、あ、そう、そうね、そういうのをやめていけばいいのかな、きっと、なんか目覚ましのプレッシャーってありません、その目覚ましをかけることのプレッシャーある、うん、そこかもしれない、そうだね、確かに、そっか、でも夜型生活って目覚ましいらないの、でも出社しなきゃいけない時間はあるじゃない、でも絶対そこまでにはやっぱりそんなに、そっか、はい、うん、そっか、朝目は一回覚めるんで、なるほど、なんかその日中もちょっと早いお時間とかにお仕事とかが入ったりすると、うん、まあ、予定があったりとかお仕事があるとかけますけど、そうですね、あの、はい、でもこう遅い時間からの時とかはかけずに、へえ、そっか、そっか、でもさ、たまに、え、そっか、なんか私とかはなんかその最初の頃とかに、うん、夜に変わって最初の頃とかにバッて目覚めてパッて時計見て遅刻だってなって、うん、会議の、あの制作会議、はい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 、目覚まし8って打ち合わせが何回かあるんですけど、その最初の会議が始まったもう後の時間に始まって40分くらい経った時間に起きてはーってなって、うん、そのまま会議のところなんかの参加ボタンみたいなのをクリックしようとして、うん、ないってなって、え、違う、いいんだ、うん、はあ、もうまだやっぱ染みついてるんだ、何回もありました、目覚ましいとの、はい、うわ1回や2回じゃなかったです、怖いね、怖い、怖い、怖かった、嫌な寝起き、すっごく、すんごい嫌な寝起きだったの、嫌だね恐ろしいな、まあ、そういう意味では確かにね、こう目覚ましかけないことの、まあ、今もう寝られるようになったんで、うんうんうん、そうそう、幸せは確かに私も感じてるんで、あー、よかったよかった、うん、安心して眠れるって大事、そう、大事ですよ ね、 ね、そうね、なんかコメント来てる、そうそう、たくさんいただいて、ね、来てるね、なんだろう、なんかアルファの画面がすごくアップになったんですよ、今までより、いや、見てるよ、いや、びっくりするぐらい、びっくりするぐらい、うん、生で会うよりも大きいよね、うんうんうん、でもその効果ですごい、うん、
すごい見てるよって言ってくださる方がすごく印象つくよね。あれまたエビちゃんの笑顔がすごくいい、うん、明るい笑顔って感じで、そうだから、うんうんうん、ちょっと最初はあこれもうニキビとかできたらもうダメだなと思って、確かに気になるよね、緊張するんですけど、そこはちょっと良かったな、確かに、うん、グータンヌーボーみたいってコメント来てます嬉しいあとはね、なんか650人の方がすごい増えている、見てくださって、あとこれありがとうございます多分ね、長嶋さんの椅子が低いのかな、嘘、あと私の座高も高いえ、じゃあイミちゃんだって身長大きいもんね、身長高いよね、うん、あ、でも低いわ、これで今みんな同じ、なんか着てた、いやなんか長嶋さんが異様にちっちゃく見えるみたいな感じのコメントごめんなさい、下げてた、あとあれかな、多分ちょっとこう、うん、挟んでるかもしれないですね、角の問題もある、ね、えみちゃん身長何センチだっけ、169あるかわいいな、ちょっと分けてほしい、ほんとにかっこいい、もう羨ましい、なんかどんな服もかっこよくこう着こなす、うん、そうですね、今となってはいいですけどね、でもなんかこうフォークダンスとかやるときってフォークダンスやるときがあまりなくない、そういうときとかいつもこうなんか身長順になっていつもってそんなシチュエーションあるっけえ、学校とかで、とか学校で、学校でフォークダンスやるやったかな、なんかそういうのなんか男の子役で全部こう、あ、へー、そうなんだ、そうなんだ、したよ、まさかのフォークダンス、フォークダンスね、いつもフォークダンスしてるもんねってコメントしてるけど、してるっけ、見せたことはないと思うねえ、うん、そうなんですよね、あとは長嶋さん、チン場面期待してます、何チン場面って何ですか、さっきもなんか NG 集自分で編集して出してみたらどうですかって思うとか、そんな人います、自分で出す人もう消し去りたい過去なのに見たいですけどね、私未だにあの長嶋さんの目覚ましの年末の、はいはいはい、その年のあのチン場面の総集編大好きで録画残してありますけど、ね、嘘でしょ、もうやめて、本当に大好き、ほっこりしますよね、いやそうね、アナウンサーとしてどうなんだっていう話を長嶋さんだからそうちゃんとやってる長嶋さんだから誰も傷つかない、本当にすみません、本当に大反省はしております、うん、今日元気に行ってきますとかね、行ってき私も言いましたそれその日からね、ニューヨーク出張だったの私、そうですよね、そうそう、その気持ちが乗っちゃったの、もう怖いよね、なんか恐ろしい、ホタテフライ行ってらっしゃいとか覚えてる、あ、そう、そう、あとサソリのあなた、あ、サソリのあなた、サソリのあなた、サソリのあなた、まずいねって言って、立本さんが今世界中のサソリがえってなってそう、本当に皆さんに優しくフォローしていただきなんとかなってますいやすごいいっぱい来てるね、ね、そう、668人の方もくださってて、はい、ちょっとそろそろお時間になったということで、はい、いやありがとうございました、ありがとうございました、なんかなんだっけこの回のテーマ新生活の新生活新生活なんだっけ、セキララトークみたいな、新生活をセキララトークがでもできましたね、できました、なんかそんな気がします、うんうん、あとね、はい、これ結構同じことなのかな、うんうんうん、最後をそれではアルファの、はい、ちゃん、私と今エリちゃんがやってるアルファの最後の番組の締めがこうそれではっていう一言で終わるんですけど、3人でやってくださいっていうコメントが、いいでしょう、私もいいんですか、ご一緒して、だからえ、じゃあ貴重な、あれじゃあ、ちょっと斜めでもちょっとね、斜めこっちから撮るの、あ、でも顔だけちょっと右向いてる、そうだよね、よね、オッケー、こっちから体は、そう、うん、そうですか。じゃあちょっとそれで締めますが、皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。コメントもたくさんありがとうございます。全部紹介できず。そうですね、ごめんなさい。さいこの後全部見ます。はい、ありがとうございます。はい。お願いします。今日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。ありがとうございました。タイミングが難しい。もう一回。ありがとうございました。1、2、それではにしましょうか。オッケー、オッケー、はい、じゃあお願いします、はい、はい、せーの。
今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは